ソードアンプサンダル、ソードサンダル映画、ケントサンダル、ソードサンダル、ペプラ、複数形、ペプラム、ペプラムは、聖書や古典古代の時代を舞台とし、神話や歴史の物語に基づくが大まかで、不自然な筋を持つ冒険映画、またはファンタジー映画のこと。古代ギリシアローマ、あるいは同時代の周辺の文化、古代エジプト、アッシリア、 エトルリア、ミノア文明の歴史、神話に基づいたほとんどの映画は、ソードサンダルの女子史的映画である。このジャンルの映画が多く制作されたのは1958年から1964年の期間だが、2000年以降になって、また作られ始めた。講義には、ベン・ハー、クレオパトラ、タイタス、グラディエーター、キング・アーサー、十回といった歴史劇。 もこのジャンルに含めることができる。その意味においては、古くからある映画ジャンルである。例えば、最初のベン・ハー、シドニー・オルコット監督は1907年に作られている。1914年のカビリア、ジョバンニ・パストローネ監督は、撮影技術の発展において重要な作品で、また筋肉が流々とした俳優、バルトロメオ・パガーノが起用された。 最初のソードサンダル映画であった。しかし一般にはソードサンダル映画という言葉は剣闘士や聖書、神話を題材にしたプロのボディビルダーが主役を演じることの多い低予算のイタリア映画を指す。このジャンルはマカロニウエスタンが作られる前の1960年から1964年のイタリア映画産業の人気ジャンルだった。マリオバーバや セルジオレオーネといったイタリアの著名な映画監督このジャンルから出た。このジャンルで人気のあるテーマは剣闘士やヘラクレス、コライアス、サムソン、ウルスス、ウルサス、英語読み、アーサス、イアソンとアルゴナウタイ、イタリアの伝説的怪力男、マチステの冒険である。ブームに火をつけたのはアメリカ合衆国のボディビルダー、スティーブ・リーブス主演のヘラクレス。 1958年だった。その成功で、続編、ヘラクレスの逆襲や、レグ・パーク、ゴードン・スコット、マーク・フォレスト、ブラッド・ハリス、ダン・バディス、アラン・スティール、といった他のボディビルダーを主演とした、低予算の模倣作品が作られることになった。ヨーロッパの観客には主役に、英国系米国人を好む傾向があり、イタリアのボディビルダーは名前を英語風に変えた。例えば、 アランスティールは、セルジオ・シアーニ、セルジオ・チャーニーの別名である。ソードサンダル映画の多くは、お決まりのプロットを持っていた。それは二人の女性がヒーローをめぐって、恋の争いをするというもので、一方は、ヒーローの助けを求める純真なダムザリン・ディストレス、とらわれの姫君、もう一方は、ファム・ファタールとしてのヒーローの主人である邪悪な女王で、ある。 ほとんどのソードサンダル映画に出てくるシーンにはベリーダンスやそれに似たバレエがあり、それは狂乱の描写を意味し、また悪役側のキリスト教から見て異教的なデカダンスを強調するものだった。不自然なプロットにオーバーダビングしたセリフ、主役のボディビルダーの未熟な演技、伝説の生物の描写としては何ともお粗末な SFX といった全ての要素は現在の視点から見れば、 キャンプさを作品に与えている。しかし、当時の一般の観客にとっては、多くのソードサンダル映画は広く楽しまれ、制作価値もあった。1957年から1965年に、かけて19作のヘラクレスシリーズが制作された。ヘラクレスを演じたのは、スティーブ・リーブス、アドリアーノ・ベッディーに、チラシでは、カーク・モリス、ミッキー・ハージティ、ピーター・ルーパス、 チラシでは、ロック・スティーブンス・ロック・スティーバンス、らである。サンバカ大将、が1962年に作った、アメリカのコメディ映画、おまぬけサン・ヘラクレスに合う、では、カナダの筋肉ムキムキ男サムソンバーク、がヘラクレスを演じた。なお、アメリカ公開時に、ヘラクレスの名を付けられた以下の映画は、本国イタリアでは別のシリーズに含まれる。 1960年から1965年にかけて25本のマチ捨てシリーズが作られた。サイレント映画カビリア1914年でマチ捨てを誕生させたのは詩人、劇作家のガブリエーレ・ダンルンチをその名前はヘラクレスの古代のあだ名だと主張した。1930年以前に27本のシリーズが作られていて、これはリバイバルになる。 なお、1973年に、スペインのカルト映画監督、ヘッス・フランコは、ファンタジーと冒険と、エロティシズムがミックスした2本の低予算、マチステ映画を撮った。両作とも、バル・デイビスが、マチステを演じた。2作はほぼ同じキャストで、同時に撮影、編集されたようである。もちろん1960年代の、マチステシリーズとは関係ない。 1961年から1964年にかけて9作のウルススシリーズが制作された。ウルスス、またはウルサス、英語読み、アーサスはローマ時代の超人的キャラクター。もともとはヘンリク・シェンケビチの小説、クオ・バディスの登場人物。アメリカではこのシリーズの何本かをヘラクレスの息子と呼ぶが、イタリア本国ではウルススとヘラクレスの間に、 何の関連もない。1961年から1964年にかけて、聖書の登場人物サムソンをスーパーヒーローとした5作のサムソンシリーズが制作された。なお、サムソンザ・トレジャー・オブ・ザ・インカス、aka ハーキアリーズザ・トレジャー・オブ・ザ・インカス、1965年がソードサンダル映画にされる場合もあるが、 西部劇の時代の南米を舞台にしているため、ここでは除外する。1960年から1964年にかけて、聖書に登場するゴラヤス、ゴリアテをスーパーヒーローにした映画が作られた。全部で4作あるが、それぞれには関連性がなく、厳密にはシリーズとは言えない。また、オーソン・ウェルズが出演した、ダビデとゴラヤス、 1960年は、ちゃんとした聖書からの脚色なので、ここには加えない。1960年代に、アメリカで TV 放映された時に、イタリアのソードサンダル映画14本を任意に、選んで、ヘラクレスの息子シリーズとした。1948年から1965年に、かけて、プロットの中で、円形闘技場での剣闘士の戦いを強調した。 多数のイタリア映画が作られた。そうした、検討誌映画はソードサンダル映画のサブジャンル、回、ジャルとなった。その中で、代表的なものが、ダンバビス主演の三部作の一本、アイディエテ・グラディウトリ、ザ・ケン・グラディターズ、1963年である。1957年から1964年に、かけて、スティーブ・リーブスは14作のイタリアのソード&、 サンダル映画に主演した。それらはこのジャンルの中でも高い評価を受けている。ヘラクレス、マチステ、サムソンといったスーパーヒーロー以外が主人公のソードサンダル映画もたくさんある。とはいえ、主人公となるのはアリババ、ガイウス・ユリウス・カエサル、ジュリアス・シーザー、オデュッセウス、ユリシーズ、クレオ・パトラ、サンジュー氏、テセウス、アキレ・アキレス、ロビン・フッド。 サンドカン、エルシットといった有名なキャラクターである。カーク・ダグラス主演のユリシーズ1954年は多くのソードサンダル映画ファンがそのジャンルの流のきっかけとなった作品と考える作品だが、決定的な引き金となったのはスティーブ・リーブス主演のヘラクレスだった。マカロニ・ウェイスタンと、ジェームズ・ボンドシリーズのアリューにその座を明け渡し、20年近く、 ソードサンダル映画は作られなくなってしまった。しかし、1982年のロバート・ E ・ハワード原作、アーノルド・シュワルツェネッガー主演、コナン・ザ・グレートに刺激され、イタリアでソードサンダル映画が復活した。その中でも有名なものは、ルーフェリグの主演の4作品である。ただし、舞台設定は古代ギリシア・ローマではなく、王国、万人、剣士、 魔法使いが登場する、剣と魔法の世界で、コナンを安価にコピーしたストーリーだった。それらは痛々しいほどに予算を削られていたために、出来も良くなかった。いくつかの作品では、その欠点をスプラッターと、ヌードで補おうとし、イタリアのホラー映画監督たちに委ねられた。グラディエーター2000年のメインストリームでの成功は、アメリカでのローマなどの古典時代への関心を招いた。 ニューヨークタイムズ紙はこれを出版業界のグラディエーター効果グラディエーターエフェクトと呼んだ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。